ちゃ。今週の開演なんですけど、今撮影終わって解散になったんですけど、なんか前さんって撮影終わった後ちょっと残るんですよ、いつも。なんかちょっと編集とかしたりとかしてる光くんの家にちょっと残るんですけど、なんか珍しく今日はなんか、あ、僕もタクシー呼んでもらっていいですかみたいな感じで、なんか前さんもどう同じタイミングで出てるんで、ちょっと追跡してみようかなと。前さんなんか珍しくどっか行くみたいなんで、今日撮影めっちゃ早く終わったんですよ。なんかもう一本撮影あったんですけど、なんかそれが向こうの都合でキャンセルになって、ちょっと時間が今4時半なんですけど、多分早く終わったからなんかどっか行くんかな、ちょっと追跡してみたいですね。まあね、なんかちょっと前の動画でなんかあの光くんが TikTok ライブであの1位になるみたいな動画の時に、前さんが電話にも出なくて、なんか名人が家に突撃したらなんかちょっと30分待ってくれみたいな、なんかコメント欄でなんか前さん浮気してる疑惑がすごい出てたんで、ちょっとそれもね一緒にあの調べてみようかなと。いやだからこれもう本当前さんの無実を僕はね、あの証明したいんで、ちょっとつけてみたいと思います。でちょっと前さん前タクシー走ってるんで、ちょっと今タクシーで追跡してます。やばいぞこれ本当に。これでなんかあったらボツだしな。なんかそわそわしてたもんな、お前さん。どこ行くんかな。あんまり前さんってなんかどっか昼間出かけるイメージないんで、全然こう思い当たる節ないんですけどね。やっぱこう研究で回していくっていうのがヒカルチャンネルのスタイルっていうのを学んでるんでね、やっぱちょっと回していきたいなと。いやちょっと緊張してきたなこれ。何も言ってなかったしな、ほんと急に終わったんですよ、撮影がなくなったんで。だからそんな前もって予定とか立てれないからな、ほんと前さんの休日に密着ぐらいな感じですね。もうどんな対応するんだろう。最近前さんね、いろいろ言われてますから、膝枕しに行くんかな。まあ、でも僕は信じてるんでね、前さん。だからこれやってるんで。衝撃の動画になるかもしれないです。こんな日中から。ご飯を食べたんですよ、今日。だから外にご飯食べ行くっていうことも多分ないし、多分食べ行くんだったらちょっと一緒に行こうって言われると思うんですよね。別に僕もなんかすぐ帰ろうとしてたわけじゃないんで、普通になんかちょっと喋ってて、あ、僕も行きますみたいな、外出ますみたいな感じだったんで、まあ、お昼ヒカルくんと前さんとネギシウーバーで食べたんで、お腹は空いてないと思うんですよね。だそれで言うと多分、まあ、前さんって時間ある時なんかマッサージ行ったりしてるんで、マッサージとかかなとも思うんですけどね。それかワンチャンもうなんかすげえ遠くとこ行ったらどうしようかな、マジで。どんな感じなんだろうな。うわ、なんか曲がったぞ、左。ここ原宿とこっすね、これは。うわ、表参道の方に曲がりましたね。人結構いるな。うわ、表参道っすね。ハイブランドのとこっすね、これ。え？そういうこと？ロエバーマイス出る？もしかして。通過して港区方面に行く可能性もあるからな。前さんもしかして港区の住人だったのか。
自分でステッカーあるし、あこれ乗ったな100キロマラソンの時。ここで止まってもらっていいですか。はい、おお、止まった。クイックペイでお願いします。1240円です。うわ、止まった。ちょっと画面切り替えます。マイさんモードに。いた。これさ、サンローラン入ってた、たぶんサンローラン、うわ、これさ、サンローラン入ってた、これさんはサンローランに入っていきました。うわ、そういうこと。こうやってマイスさんは爆買いを行われていくんか。マイスさん見てるんか。中行ったな。マイさんでも結構買い物長いって言ってたしな。ちょっとこれで出てくるまでマイさん待ちたいと思います。バレんようにするな。マイさん出てきた。こんにちは。何してんすか。こんにちは。いや、こんにちはじゃなくて、いやなんか急に前さんって普段別に撮影はちゃんと、はい、家に残るのに、はい、なんかあ俺もみたいな、なんかすげえタジタジ、はい、ね。いやまあ普通に買い物にちょっと行こうかなと思って。めっちゃ焦ってたんで、はい、焦ってはないですよ。どこ行くんかと思って、はい、ちょっと尾行しました。何やってんすか。緊急で回してたんですか。でも至急っす。どっからっすか。いやもうタクシー追いかけてましたよ、後ろから。何やってんですか。手ぶらっすか。はい、手ぶらっす。ちょっとなんか、はい、爆買いの枚数が手ぶらすか、なんかあるかなと思って入ったんですけど、はい、なんかいまいちなんか僕的にはなんかフィットしたやつなかったんで、はい、まあ、出てきたって感じですね。え、この後また別のお店行くんですか。いやでももうちょっとなんかサンローランでそのいいなと思ってたらあったんですけど、はい、なんか実物見たらあれちょっと違うなみたいな、実際試着してみたら違うかったんで、なるほど、はい、今のところもいいかなって感じですけど、まあそうつけられてるのはちょっと困りますね、普通に。じゃ次のお店までじゃ一緒に歩いていいですか。どうせ行くんですよね、まだ。マイさんって結構買い物長いじゃないですか。僕は長いですよ。どこに行くんですか、はい、次のお店。いやー次の店ですか。ちょっと考えてなかったんですけどね。とりあえずサンローランのやつが欲しいなと思ったんで、それぐらいしか考えてなかった。いやだからなんで僕がこれを急にパッてやろうって思ったかっていうと、はい、ヒカルくんの TikTok ライブの動画で、はい、前さんなんか疑惑めっちゃ出てたじゃないですか、コメントなんで。あーなんか名刺とかですよね。そうそう、出てました。僕はそれを証明したかったんですよ、潔白だっていうことを。なるほど。で、はい、いかにも怪しそうだったから、はい、あもうこれ言ったろと。そんな怪しそうに見えました。普通じゃないですか。でなんか前さんが嘘つくときってなんか、はい、目が切れてる時の目みたいになって、はい、なんかもう一人切れみたいな感じで、はい、あ俺も行こうみたいな。めっちゃしらじらしく行くんですよ、はいはい、だからそれが発動したんで、はい、わっと思ったんですけど、はい、いや前さんそんなことないだろうなと思って、これ動画にして僕が潔白を証明したかったんですよ、本当に。あだからその僕の潔白を証明するためにそうそう突き回してくれたんです。そうっすよ、まあ、それ嬉しいっす、普通に、はい、よかった。まだしないですよ、さすがに。できないですよ。だってこれもし、はい、ねえ何かあったらまあまあ大ピンチっす。大ピンチというかそれはまあそうっすよ、そアウトっすからね、普通に、まあはい、だからこっち方面に曲がったから、はい、原宿方面から、はい、ワンチャンこのまま西麻布とかの方に行って、はい、お前さん港区の
港区男子になるかなと思ったんですけど、よかった。行かないですもんね、港区本当に。はい、趣味のじゃあ買い物だったんですね。そうっす。でも買い物というかそうっす。ちょっとまあ時間空くの珍しいじゃないですか。いや珍しいです。大体夜まで撮影があるんで、そうっすね、まあ、基本あんま行けないじゃないですか。そうっすね。で珍しかったんで、この機に、まあ、この機にちょっと見ようかなと思って、その最新の今のシーズンのやつちょっと見させてもらおうかなと思って。まあ前さんの趣味っすもんね。そうっすね。まあちょっと好きなんでちょっと見ようかなと思ってだけっす本当に。良かったっす、良かったっす。怖かったっす。おお、マイサさん、マイサさん、ありがとうございます。いや、佐々木さんもちょっと疲れてます。ありがとうございます。こんにちは。よし、だから、いやいや、びっくりしました、本当に。いいっすか、尾行して。いや、もういいでしょ、もう。いつまでついてくるって、佐々木さん。え、尾行していいっすか。いやいや、マイサさん。よくないっすか。え、なんで一緒に行こうって言わなかったんですか、買い物。そんな、一人で。一人で行きたいんですよ、買い物は。あ、まあね。なんかその、佐々木さんにも迷惑かかるじゃないですか。まあ、てか僕は。だから早いじゃないですか。早いっす。僕結構なんか試着したりとか、うん、確かに時間かかっちゃうんですよ。だから周りからしたら鬱陶しいじゃないですか。鬱陶しくはないですけど、はい、鬱陶しくはないですけど、まあ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 、前さんが気使いますよね。そうです。だからあんまりその時間かけれないなっていうのと、あと店員さんと僕喋りたいんで、はい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 、僕とは喋りたくないってことですか。喋りたいですけど、いや服の時はなんか違うかなっていう、はい、あと普通に、はい、佐々木さんが見てたら、はい、全部知られるじゃないですか、僕が何買ったとか、まあまあまあ、それもめんどくさいんですよね。暴露されますから、ね、はい、普通に最後だって前も暴露してたじゃないですか、あのボーディングは。俺は忘れないですよ。俺は前の動画の時に言ってたやつ、ドライブの時に、はい、それはもうめんどくさいんだよ、それ出したら。まあ言わないって言いましたね。言わないでって言ったら結局忘年会暴露してるじゃないですか。けどでもあれは言って正解でしょ。まあまあ、あれ言ったおかげで、まあまあまあ、多分もうあのコート着やすいじゃないですか。まあまあそうですね。言わないで、はい、あのコートになった方が、はい、ほど、あ、全然、はい、マイスさん、いいっすか、ちでも、え、これサブちゃんですよね、はい、はい、サブちゃん、尾行されてた、いや、僕今回してるんで大丈夫です、はい、尾行されてた、マイスさんが、マジあの家からこっそり出たんで、あの尾行してたんです、やば、何か、何してた、そしたらハイブランドに行って、あの爆買いをしようとしてたって、してないって、爆買いもしようとしてないありがとうございます。見てください、サブちゃん、はい、出るんでこれ、はい、お願いします。ありがとうございます。もういいでしょ。いいっすね、やっぱ街中に出るって日中。はい、そうですね。珍しいですからね、この時間に僕ら行くの。だいたいもう夜遅いじゃないですか。確かに。もう何もやってないですからね。はい。もういつからすか。まあこれで僕動画一本撮れたんで。はい。もうサムネも撮れてます、ちゃんと。マエスさん、サムネは、もうあれですね、僕が行き、タクシーでインカメで僕一人で喋ってたんですよ。あ、まあまあ、そうっすね、確かに。それでいいと思います。あ、オーケーです。あの、タイトルも決まってるんですか？タイトルも決まってます。はい、後で送ります。わかりました。はい。で、一本撮れたんで、はい、帰ります。いや、そりゃそうですよ。マエスさん邪魔するのもあれなんで。はい。まあ、僕多分、今日は変わらないと思うんで。まあまあまあ、はい。あの、のんびり買い回してください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。